ご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、次郎ニュースの時間です。去年10月、レベルの高い次郎、オールワイズ、提供してくれることでおなじみ、ラーメン次郎神保町店に空き巣が侵入し、券売機が壊され、20万円が奪われるという事件がありましたが、先日その犯人が捕まりました。引っ越し会社から現金を盗んだとして、警視庁捜査3課は、窃盗と建造物侵入容疑で無職、目崎祐樹容疑者22歳を逮捕しました。昨年10月にラーメン二郎、神田神保町店であった、窃盗事件についても、繁盛店なので狙った、と関与を認めており、同課は追送検する方針です。なお目崎容疑者には罰として、NSK 二郎以外は入店禁止、が言い渡されており、今後は池袋や歌舞伎町店などの無気力二郎のみ、食べることが許されるという、高い代償を払う結果となってしまいました。Zero!